じゃあ測ってみるよ。早い早い早い。お、かかったかかった。みんなこんにちは。科学のお姉さんこと五十嵐美希です。今日のテーマは空気の性質です。小学4年生で習う内容だよ。それではレッツサイエンス。さあここに冷蔵庫で冷やした空のペットボトルを用意しました。よく見てみるとこのようにボコってへこんでますね。さあじゃあこれに今からお湯をかけてみたいと思います。ボコボコいってるよ。すごいボコボコいってるね。ボコボコいってるね。なんか泣いてるみたいだね。ペットボトルが温かいよって。このように空気は温められるとなんと体積が大きくなるんです。はい、このように空気は温められると体積が大きくなることが分かったけれど、じゃあその時に重さはどうなると思いますか？クイズです。このペットボトル、冷えてへこんでた状態の時と今お湯をかけてこのように空気の体積が大きくなった時の状態では重さはどうなるでしょう？1番変わらない、2番冷えた状態の時の方が重い、3番温まった状態の時の方が重い。さあどれでしょう？じゃあ測ってみるよ。それでは冷やしたペットボトルの重さを測ってみます。 15.65g。 それでは温めた状態の方行ってみます。来た来た来た。 15.65g。 ということで空気は温度によって体積は変わるけど重さは変わりません。筋肉わかる工作をします。お、何ですか？え、かわいい。え、なに、かわいいけど、え、なんだろう、開けばいいのかな。あ、書いてある。え、何？ミッション。崖の上のポニョのあのシーンを再現してください。え？どういうこと？なんか指令が来たんだけど、あのシーンって何？え、何？え、とりあえず何？ここになんかあるものを使ってシーンを再現しようみたいな感じなんですけど、どうしよう。え、え、何これ？誰？ごめん、本当わかんないの。みんな知ってるの？あのシーンってわかる？なんかこの子知ってる？私ね、わかんないんだよこういうの。こういうのわかんないんだよ、どうしよう。わかった、あのシーンでしょ？わかったわかった、あのシーンでしょ？うん。はい、ということで用意してあるのは、はい、はい、ということで用意してあるのはペットボトルですね、空ですね。あとこのちょっ
尖った切りみたいなやつと、なんだろう、このなんか細い筒みたいなちょっとストローみたいな感じですね。はい、あとはおグルーガン、これ100円ショップで買えるんですね。はい、とあとはおマッキー、これなんか書けってことなんですかね、また私になんか書かせるんですかね。はい、ということで次はドライヤーと、あとこれはこれ発泡スチロール、ということで、まあ、とりあえずちょっとこのなんかこの子はまあ置いといてえ、まずなんでこんな顔してるんだろう、ちょっと待ってよなんでこんな顔してるの、なんでどういうこと、まあ、いやでもとりあえず、まあ、今日の原理を使った工作なので、まあ、それはできるのでやっていきたいなと思います。はい、じゃあまずはペットボトルの真ん中ら辺に穴を開けます。こんな感じですかね。そしてはい、じゃあこのようにストローを差し込みます。こんな感じですかね。こんな感じで差し込みます。そしたらこのグルーガンでここの隙間を塞ぎます。まだかな。怒んないでくださいよそんなあれいつですか。でもあの流れてたのは知ってますよ。あのなんかよく歌謡番組とかで、なんか歌とかなんかダンス、多分私大学1年生ぐらいの時だと思います。2年生か、多分なんかみんな踊ってたんですよ周りで。出てきました。さあこのようにグルーガンで穴を塞ぎます。熱いので火傷しないように気をつけてください。ビヨン、よし、ではこれで完成ですよね。これにお水入れて、何のシーンなのよ知らないもんだって。どうだってこれなんか怒ってる、なんか、え、何これ悲しい表情なのかしら。え、みんなは、ね、多分分かってる子もいるんだよね。辛いわある。ポニョはそれに怒って水をかけるんですよ。おお。口からピュッと水を。なるほど。吐いてそこにぶつけるんですよ。お。ということはここにお水を入れて、で先ほどの空気を温めるとその大きくなるっていうのを利用して水を飛ばせばいいということですね。もう来たじゃんこれ。ミッションクリアじゃないですか。ポニョがいない、うん、ポニョはい、ポニョいないかも。これポニョ、ポニョこんな感じじゃないですか。ポニョ、ポニョ魚の子、え、これじゃないノッコペットボトル、え、なんかじゃあ、え、これでペンってことは書くのいやポニョ分かんないんだってはポニョが何者なのかも分かってないんですけど何色ポニョって分かんない。ポニョ赤い金魚、地味
人名やば、どんな感じ、ポニョ。待って、人面魚でしょ、赤い赤い人面魚。確かになんかポニョポニョポニョ、ナナノコ、魚魚魚、魚なのに顔ある、できた。ポニョポニョポニョ、膨らんだ膨らんだ、まんまるお腹の女の子なの。ポニョって女の子なの、でも金魚なの、うそん。わかんないもん。とりあえずでもお腹のでかい人面魚ってことですよね。無理や、じゃん、ポニョです。だって歌のヒント的にさ、人面魚でお腹が大きくって顔があって女の子でしょ、もうこれじゃん。はい、ということでポニョ切りました。そしてこの口のところに穴を開けて、この穴に先ほどのこのストローの先を通します。そしたらね、なんか水が出てくる感じになるじゃない。おー、ポニョだで、水吐けばもう完成でしょ、ポニョ。オッケー。そしたらこの中にお水を入れます。はい、それではこのようにお水を入れました。そしたらこれをドライヤーで温めると、先ほど習った空気は暖かくなると体積が大きくなりますよね。今ここ蓋を閉めているので、大きくなった時水が押されてこっちから出たら、もうポニョのポニョポニョポニョのあのシーンとやらを再現できるみたいですね。はい、じゃあやってみましょうか。それでは空気を温めてみたいと思います。ドライヤーの温風をかけてみます。あー、出てきた出てきた、早い早い早い、おー、かかったかかった早いね、空気温まったね、すぐに。これでこれで完成イエーイできたできた、すごいすごい、できましたさあこれでポニョが、なんとこの子は誰なんだろうかこの子にお水をかけたんですよ。多分これがあのシーンなんでしょうね。うん、できたできた、私もできたもん、できたもんね。ポニョを見てくださいはい、ということで今日のまとめ、空気は温められると体積が大きくなりましたが、その前と後では重さは変わりません。あとポニョは、これが正解なんですねはい、ということでまた次回お会いしましょう。バイバーイ。